はい、どうもです。今日はですね、プレコっていう食材を求めて沖縄までやってきております。というわけで、沖永良部島からはるばる沖縄までやってきました。沖縄といえば綺麗な海、美味しい料理、そしてなんといっても外せないのが外来魚。今回は外来魚を狙った旅になっております。果たして取れるのか。プレコっていう魚、外来種なんですけど、それが沖縄の川で大繁殖してて、なんかどこの川に行ってももうめちゃめちゃいるみたいな状況なんですね。で、今日はそれを狙っていこうかなと思っております。外来種を駆除して、でかつ美味しく食べてという、全てにいい企画ですね。都会やなにしても、島って信号3個くらいしかないですもんね。3個しかないね島全体で3個だよね。だから多分どこでもいるっぽいんで、とりあえず川を探してやっていこうかなと思います。はい、ということで1個目の川に来ました。どうやろうな、なんかいるかな。やばいやばい、ちょっと待って、えぐいんだけど、あれやばくない？ボラみたいなのがいっぱいいるんだけど、あれ多分ティラピアやな。すごいな、沖縄外来魚に占拠されてんじゃん。画面に映ってる魚全てが外来魚です。目的の魚プレコもいましたが、あいにくの立ち入り禁止。川入りたかったな。入りたい綺麗さではないけどね。すごっ、ティラピアっていう外来魚が沖縄で大繁殖してるんですけど、こんなにいると思わなかった。うわ、こっちめっちゃでかいのいる。ほらほら、でけえな。ちなみにティラピアは食用魚として輸入されたものなんで、味はねめちゃめちゃ美味しいんですよ。え、釣れないかなこれ。橋の上からって釣っていいんだっけ。なんか釣りのルールあんま知らないから釣り人に怒られそうなんだけど、あそこぐらいに座ってさ釣ったら怒られないんじゃない。あそこはいいでしょ。ちょっと投げてみる。スタバで買ったパンがあるんだけど、一応隠れながら行こう。ひっそりとね、スコーンを練り固めていこう。目標はでかいあいつら、推定60センチはあります。行くでいい。コーン死亡した。全然来ないじゃん。唐揚げとかの方がいいんじゃない。コンビニ行こう。ちょっとね、あのティラピアマジで釣りたいな。食用魚として入ってきてるんでめっちゃ美味しいんですよね。何食うかな。コンビニで買おう。食パンかエビセンとかもなんか良さそうだけどね。魚肉ソーセージじゃないですか。あ、魚肉ソーいいね。お、ローソン来た。唐揚げくんとかで釣れそうじゃない。買ってきたぞ。3種類買ってきたわ。まずお魚ソーセージ、そしてエルチキ。でもう川魚の定番と言ってもいいんじゃないでしょうか。食パンですね。この3種類あったらいける。ちょっと久しぶりにエルチキ食いたいな。島にエルチキないから。これティラピアよりうまいかもしれん。すげえよ、車が捨ててあるんだけど、道路の途中だよ。ちょっと引いちゃった今。さて釣りを再開していきます。竿はありません。エルチキです。超雑な仕掛け。これで釣れたらもうどんな仕掛けでも釣れると思う。来た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 。いや、マジ来てない。ちょっと隠れた方がいいかもな。警戒されてるな。結構釣られてるんじゃないここ。ティラピアもバカじゃないぞ。気になってはいるんだよティラピアたちも。針がでかいからな。でも釣りってそんな簡単に釣れるもんじゃないもんな。あっち行ってみる。釣れすぎじゃない。こんなもん。もう仕掛けがダメなんだろうなこれ。めっちゃ逃げる。まあ、針がでかすぎるよな。そもそもおかしいサイズやもん。大うなぎ用の仕掛け、こんなんで釣れるわけない。プレコ探そう。結局釣りは諦めて移動することにしました。さあ、ということでプレコのポイントに来ました。めっちゃいるんだけど、早く食べたいわ。うわ、やばい、逃げる逃げる、めっちゃ逃げる。いるいるいる。うわ、早いぞ。起きてんなプレコたち。マジか、ここ深いぞ。あっちの石の上乗ったらいいかも。あっ、あっ、あっち行ってる。あれ取れるんじゃない。え、むず。マジ全然取れそうなかった今。うわ、滑るな。うわ、こけたくない。こんだけいる場所でさ、この渋さやばくない。やっぱ夜じゃないとダメなのかな。一匹来た、一匹来た。あいつあいつ絶対取ろう。浅瀬に追い込もう。こっち馬車やるよ。え、これじゃ逃げんの。マジ取ろう、マジ取ろう。やばいやばいやばい、変な虫が俺に止まってる。そして足場が悪い。やばいやばい、こんなへっぴり腰見せたくないんだけど。あ、来た来た来た。あ、来た来た。これは取れる。あいつかけられてると思ってるよ絶対。マジ取れる、マジ取れる。俺なら取れる。逃げないようにこっちに網置いときながら。取れた。
かと思った。全部深いとこ行って無理かと思った。目を取れた。よしよし取れた。うわ危ない危ない。あのこの川の水今汲んだんですけど絶望的に汚ね。はい、一匹目ゲット。おー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 おおお。嬉しい。ここまで朝10時に準備して今3時なんで5時間かかってるんですよ。マジで嬉しい。超嬉しい。もうちょい取ろう。近いわ。顔近いわ。やっぱ沖縄治安悪くない？ブレイブボード捨ててあるんだけど。久しぶりに見たよこれ。圧倒的に意図的でしょ。タイヤのやつじゃない？俺取り方分かった。石投げて下流に追い込んでそして取ればいい。深場にプレコが逃げてったんであそこに石投げれば浅瀬に来るはず。原始時と変わらんよ。なんら来ないね。やつらもバカじゃないの。てかめっちゃメダカみたいなのいない？グッピーかこれ。地に逃げていってくれないと深場じゃ取れないからな。2匹いる。しかも3匹いるわ。やばいやばい。下流に逃げられたらだるいぞ。3匹いる。手の方が取れるんかもしれんしな。手で行くか。ほら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 3匹いる。4匹いるわ。行くで行くで。おお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 お。待て待て待て。下流下がっていく。あよし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 。うわすごいすごい。網いらんかった。せっかく買ったのに。待てよ。濁りが落ち着いた瞬間に勝負が始まるからな。いた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 。行くぞ行くぞ。俺慣れてきたぞ。あ、やばい。やばい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 。よいしょ。2匹取った。よし。あ、いた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 。鱗が手に刺さる。もう1匹いるそこに。ちょっと待って。持てん。やばいやばい。あ、バケツバケツ。やばいやばい。まだいる？まだいる？こけたらすごい萎えるってこと知ってるから。どこどこどこ。カンパチに出会った時ぐらい緊張してるわ。 あそこ詰まってるわ。ゲット。こんな近く行っても逃げないんだけど。こいつ気づいてない俺に。もしかして。行くぜ。死んでるこいつ。死んでるんじゃない？お、生きてる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 。近い近い近い。女子？女子みたいな声出してたけど反対側見ていい？ゴリゴリ男やねんけど。あ、やばい。もう一匹いるもう一匹いる。殲滅した。よいしょ。よいしょ。うわ、うわ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。マジで何匹でも取れる。めっちゃ取れた。バケツ入りきらんや。うわもう濡らさんって。今日はウエットスーツじゃないから。いいね。こんだけいたらいいやろ。そう、こんな感じで沖縄の川の外来種すごい。えげつない。なんか逆に在来種をまだ見てないよね。ティラピア、ソウリョウ、プレコ、グッピー。日本語が1ミリも出てきてない。結局日本の魚を見ることはできなかったけど。帰ろう。よいしょ。頭めちゃくちゃ汚れてます。マジ？洗ってもらっていい？なんでここの川の水洗います？いや野生児じゃないから俺。はい、じゃあプレコをね車まで持って帰ってきたんで広いところに入れてあげましょう。これは島まで持って帰ります。まあ、一応ペットとしてもね飼われてる生物なんで生きたまま輸送しても大丈夫なんで1週間ぐらいね泥抜きしてそっからのねこれマジ臭いんで川魚ってそっからね食べようかなと思います。じゃあ解放してあげよう。汚い水やな。手ぬるぬる。タコ触った後みたいにぬるぬるしてる。1,2,3,4,5,6,7 7匹ですね。プレパで水面で息吸いに来るんでブクブクじゃなくても多分生きるはずです。かわいいなこいつら。エジプトの模様みたい。じゃあな、次の動画なんですけど今日の夜は大うなぎを狙いに行きます。はい、それではですね、島に戻ってまいりました。川魚って海の魚と違って泥抜きしないとめちゃめちゃ臭いんですよね。今回はプレコ4回ね泥抜きしました。で4回の目の泥抜き中になぜか五輪中して今ねこの通りちょっとお亡くなりになってしまいました。で今回使うプレコっていう食材なんですけども、まあ、正式名称マダラロリカリアと言ってですね、まあ、ペットとして飼われてたものが沖縄で大繁殖してるんですね。まあ、なんかねペットで飼うとき死骸とか藻とか食べてくれる水槽を掃除してくれる魚ですよみたいな立ち位置なんですけど、皆さん逆に考えてみてくださいね。ゴミばっか食ってるんですよ。
めちゃめちゃ汚いです。泥抜き1時間したら水がコーヒー牛乳ぐらいね黒くなります。世の中言い方次第ですよね。水槽の中掃除してくれるんですよって言ったら、あ、いい魚なんやって思うけど、その分ゴミばっか食ってるから食材としてはちょっとどうなんっていう話にはなってくるんですよね。まあそんな魚なんですけども、今日はもう4回泥抜きしてるんで、まあ綺麗になって美味しいんじゃないでしょうか。ということで早速観察していきましょう。こちらがプレコです。でこの魚は本当に全身が鎧に覆われててめちゃめちゃ硬いです。まあ、どんぐらい硬いかって言ったら、もうなんかほんと石触ってるのと同じぐらい硬いです。で尻尾の方までぎっしりと硬い鱗で覆われてます。こんだけ硬いとね、天敵がいないみたいです。これを食い破れる生物はいないみたいです。これのね裏側が結構ね気持ち悪いんですよ。こんな感じ、吸盤みたいになってて岩とかに張り付いたりするみたいです。でハワイ結構いかついですね。で唯一硬くないのがここお腹の部分だけが硬くないんですね。ここだけ鱗がないです。でサイズもね結構大きいです。だいたい40センチぐらいありますよね。ペット用っていうことは多分水槽に入れてると思うんですけど、こんなサイズ入る水槽あるかな。あんまり見たことないですね。で今日はですねこちらプレコ人生で3度目の調理となるんですけども、まだやったことない料理フライと、そして蒸し、この2種類でやっていこうかなと思います。それでは早速調理していきましょう。はい、それではさばいていくんですけども、この魚ねとにかく鱗が硬くて剥がしづらいんですね。ほら今めっちゃ力入れてる、全然取れません。でも大体の魚って熱湯をかけると鱗剥がれやすくなるんで、今日はちょっとそれを試してみようと思います。ということでお湯を沸かしていきましょう。セット。では表面だけ茹でていきます。まず成功するか分かんないんで1匹だけね。何秒ぐらいだろうな。いけ、20秒経った。いいでしょう。表面茹でたんですけど、川魚って寄生虫がいるんで、どうせ刺身じゃ食べれないからこの処理をやってるっていうのもあります。それにね、あんだけ下水が流れ込んでるところで取れた魚を刺身で食べるのは自殺と一緒ですよね。取れるかな鱗。無理か。ねじったらなんか取れそうな雰囲気あるよね。あー一応取れるようになりましたね。やっぱ熱加えると取れるようになりますね。ただちょっと加熱が足りてないな。もうちょいだな。この方法でいきましょう。普通の魚ってほんとさっと追いかけただけで鱗剥がれるようになるんですけど、鱗が厚いんでちょっと長めにやった方が良さそうですね。はい、できました。火入れるとお腹が破けて内臓が出てくるんですね。ちょっとグロいですね。じゃあ冷まして鱗を剥いでいきましょう。下茹ですると内臓も一緒に取れるようになるのは一石二鳥かもね。結構ね、グロいんで透明にやりますね。内臓を落としていきます。まずこれヒレもこんな感じで外れるようになりますね。こうやって素手で外れるようになる。あとで生のものを見せるんですけど、お玉じゃくしみたいな感じですね。4日間泥抜きしたからやっぱそんなには臭くないね。おお、卵入ってる。これめっちゃイクラみたいじゃん。フレコの卵ってイクラみたいなんですね。川魚特有なのかな。卵入ってたやつ一番ちっちゃいやつだよ。これもう1週間ぐらい泥抜きできたらよかったな。まだ抜けきってないわ。さてではこちら綺麗になったんで鱗を落としていきましょうか。ほら簡単に取れる。やっぱ火入れるといいですね。やっぱ魚の構造とか形が違っても結局火を入れたら鱗が剥がれやすくなるとか、基本的な体の組成とか一緒なんでしょうね。簡単に剥げるようになったわ。まあやっぱただね、若干表面に火が入ってるのがもったいない感はあるよね。でもこれ全然時短だわ。昔の動画見てもらったら分かると思うんですけど、鱗剥ぐのって超大変なんですよ。この魚それだけで超時間かかるんですね。ただまあやっぱこの魚根本的にさばきづらい魚ではあるんでしょうね。鱗が頑丈なあれに身が柔らかいんで身がくっついてきちゃうんですよね。しっかりきれいに手入れないと。かなり扱いが難しい魚ですね。で匂いもねすごい下水の匂いですね。かなり臭いわ。こんなもんかな。頭に近いところ、あ、剥ぎづらい。おお、くっさっ。いって、しかも手切るし、鱗がねすごい鋭利で普通にね手怪我しますね。なんか汚いな。じゃあ2匹目。ヒレも取れる。で頭ももげそう。あ、これじゃ全部手でいけるじゃん。簡単だな。このヒレも取れるんじゃない。このヒレだけ硬い。あ、取れた。
はい、ということで5匹さばき終わったんですけども、プレコの効率的なさばき方がようやく分かりました。紹介しながらもう1回さばいていきます。まずね、頭を折ります。こうですね、このお腹の辺から鱗の隙間に手を入れるとスルッと剥げますね。こんな風に鱗の隙間に手を入れると簡単に剥げます。でちゃんと鱗の隙間に手を入れずにベリッて剥がしちゃうと身がくっついてくるんですよ。でボロボロになっちゃう。皆さんもね、このさばき方を覚えて、そして沖縄にいるプレコを駆逐してあげてください。もうあの川に在来種なんていなさそうなんで、そもそも駆逐したところでという話にはなるんですけど、本当に外来種しかいなかったもん、ね、でヒレも引きちぎれます。でこっちのヒレももちろん引きちぎれると。はい、それではこんな感じでむき身の完成ですね。もう尻尾も引きちぎれます、こんな感じで。もうね、全部手でいく。で、最後ここら辺ね、お腹臭いんでササラで洗い落としていくのがいいでしょう。はい、こんな感じですね。はい、それではですね、むき身が完成しました。今日はですね、プレコをフライにしていくんですけど、まあ正直言って今まで2回料理してきたんですけど、臭いし身が水っぽいと。でも今回こそは美味しく料理したい。なんでこっから脱水シートで水分を抜いて、表面に塩をかけて、さらに水分と臭み抜いて、でそっからようやくねフライにしていこうかなと思います。まあ、そんぐらいやって、もし臭ければちょっともうどうしようもないかもね。まあ、でも今回はねちょっと血抜きができてないんで、そこはちょっと痛いね。なかなかここまで俺がちゃんと処理することないよね。そのぐらいねちゃんと料理しないと美味しくはない魚ですよね。じゃあこちらきちっとシートで巻いていきましょう。はい、よいしょ。20分ぐらい置いていきましょうか。はい、それでは脱水されるのを待ってる間にプレコ生のものを蒸していこうと思います。もうこれはお腹出すだけかな。嫌な音。おお、臭い。内臓は何が何だか分かんないですね。ちょっと血が回ってる感じがあるな、内臓も。説明しようと思ったんですけど、全部ドゥルドゥルですわ。じゃあ洗い流していきます。わあ、この匂い無理だな。蒸しに関しては素材の味を楽しみたいんで、下処理はこれで完了。それでは蒸していきましょう。ここにせいろ、ほんでここにプレコ、で蓋をします。シャカ。この蒸す方法だったら、この網の下から臭みが落ちていくんで、まあ、比較的匂い少なめで、かつ素材の味を楽しめるんじゃないでしょうか。20分経過しました。どうでしょう。全然火入ってるかわからんな。とりあえず完成。よし、どうでしょう。いい感じなのかな。そんなに水分抜けてないですね。でもだいぶ表面がね乾燥しましたね。思ったよりは抜けないものの、まあ言うても抜けてるか。でまだ多分臭いんで、これ塩振っていきます。で塩を振ると表面に水分が移動してくるん でその水分と一緒に臭みが抜けていきます。表面が若干ゆだっちゃってるんで、水分が抜けづらい感は否めないな。それでは10分ぐらい経ちました。見ただけじゃ分かんないんですけど、表面にね水分移動してきてます。ギュッとね拭いて、ほら真っ白。電気消そう。結構ね水分染み出してきてますよね。はい、ということでようやく下処理が終わりました。こっからやっと食べれる。ああ、もう鎧で守られてるだけあって、もう大変だねこれは。で今回初めてちゃんとさばいてみて思ったんだけど、身ちっちゃくない？身ちっちゃいよね。なんでフライにしようかなって思ってたんですけど、このまま唐揚げにします。でさっき塩をかけたんで、あとはブラックペッパー、胡椒です。胡椒をかけていきます。魚はね唐揚げがうまいんですよ。なんかあれですよね、カツオのたたきみたいな感じになってますね、今パッと見ですけど。じゃあこれを片栗粉をまぶしていきましょう。片栗粉までつけたらフグの唐揚げとあんまり変わらなくない？これめっちゃ美味しいんじゃないか。ちょっと楽しみなんだけど。内臓を取ったら臭み全然消えました。 OK、 じゃあ揚げていきましょう。はい、それでは揚げていきましょう。油入れていきます。はい、それじゃあ入れていきます。マジフグじゃん。こんだけ分けるとさすがに二度揚げしないと火入んないけど、二度揚げしていきます。よし、いい感じやな。おお、いいね。
じゃあ二度揚げです。よし、オッケーやな。わ、うまそう。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずは唐揚げからね、いただいてみましょうか。これはどうでしょうね。いただきます。普通です。なんか食感としてはサバを揚げた時とかに近い食感かな。でももうちょっと水っぽいかな。で、旨味はない。そして臭みもない。サバの食感がするだけのものを食べてるような感覚ですね。まあ白身魚っていうよりは青身魚みたいな感じの雰囲気ですけど、ただ魚としての旨味が全くない。食感を楽しむものみたいな。じゃあ次、プレコ蒸し行ってみましょうか。これはね、素手で剥がせます。もうさっきね、散々剥いたんで。じゃあ上品にね、箸で取って食べてみましょうか。身がホロホロや。やっぱサバっぽいね。どうだろうな、これ。ここまでさばくのめっちゃ時間かかったからな。いただきます。胸がめっちゃある。あ、でも蒸した方が美味しいかも。なんかね、もともと味がすっごい薄い魚なんで、蒸しぐらいだったらようやくね、プレコの味感じることができた。もう例えるんだったら、あの茹ですぎてパサパサになったタイの超味が薄いやつみたいな感じ。魚として美味しいかって言われたら美味しくはないけど、今まで食ったプレコの中では一番美味しい。もういっそのことパンチのある味付けにした方が美味しいかもね。焼肉のタレとか、あとちょっとパサついてるんで、茹でてスープとか煮付けにした方が美味しいかもな。はい、それではごちそうさまでした。2回の反省を生かして、もう匂い問題、そしてさばきにくさ問題、ここに関しては解決できたのかなと思うんですけども、やっぱ美味しくはないな。やっぱうまいってレベルまではいってないな。あ、どうやったらなこれ美味しく調理できるやろうな。まだうまいってレベルではなくてちょっと悔しいんで、またね、いつかリベンジしてね、うまいってレベルまでね、持っていきたいですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。